おはようちゃんぽん。ぽんちゃんよく寝てるね。ハロウィンの飾り付け、これまだ残ってるのかな？ここのスペースに飾り付け全部にするにはまだまだだったんだね。随分いっぱいグッズがあると思っていたんですが、この状態です。まあ、年々少しずつね、増えていけばいいかな。さあ、ポンちゃん。今日も始まるよ。今日の気象情報ですが、寒いです。朝、ゲッって言っちゃった。ごっつい寒かったです。そして、明日はもっと寒くなるんだってよ。ここの、これ外しましょうね。はい、そんな朝の風景でした。ポンちゃこれん、はあったかジーパンはすごいあれだ。ポンちゃん、いい顔してください。ベトナムハンモックに乗りました。今日は寒い日だっていうのに、でこっちはちょっと日が差しててあったかいのね。ポンちゃん、ジャン君はいいんですか？日に当たらなくて。今日なんかずっと曇りだっていう天気予報だったのに、日が当たってますけどね。さっきも日に当たってたよね、ジャン君ね。ジャン君、そろそろ生配信の時間なので。もう半になる？やばいね。22分20だ分ね。か。はい。じゃあそろそろ始めまーす。ジャン君。ジャン君、今日寒いからノートの上、ベッドにしてるでしょう。じゃあ仕方がないね。ちょっと床のこの木のね、カーペットをどけましょう。そしてあったかい状態にします。ちょっと片付けないと。はい、ちょっと待っててね。はい、片付きました。片付けるシーンはまあいいですよね、動画にしなくてもね。そしてここね、半分だけ2枚をこうつなげていたんですが、こっちはまた後でやります。で、その間にですね、これを出してきました。はい、ジャン君の大好きなホットカーペットだね。よいしょ、ちょっとこペッこ。トハンカチペットアン、ホットペットアン、いや、いいペットです。ハンカチ。はい、これを、ここに、ちょっとこの上を片付けないそうとだね。ね、ジャン君と多分ポンちゃんも来ると思うので、そのうち。そして、電源をなんとか供給しないといけません。ということです。ちょっと待っててね、今片付けるね。はい、猫用、なんだっけ、安価に落ち着いたじゃんけんです。明日も寒いんだよね。明日もきっと乗るでしょう。でもつけっぱなしだね。つけっぱなしで外には出られないけどね。でもサーモスタットっていうか、いや、サーモスタットついてるのこれ。ついてんの。あ、そうなペッの。ト用のは大抵ついていて、暑くならないように、ありすぎないようにしてくれてるのね。暑くなるとふーってちょっと温度が下がってみたいな。そうだよ。ちょっと明日考えましょう。じゃあどうぞ。